大丈夫？あ、よかった。気がついたのね。フォルクと薬草を積んでいたら突然倒れてしまったのよ。大丈夫？頭を打ったりはしていないと思うけど。フォルクは使えそうな薬草を探しに行ってしまったわ。うんうん、大丈夫よ。私が連れてくるからここで待っていて。 気がついたのですね。今の悲鳴聞きましたか？きっとレーナです。心配です。探しに行きましょう。僕はフォルク、フォルク・バンドロスと言います。ヒーラーとしての腕は確かですよ。
が現れましたね。僕は戦闘は苦手。さて治療しますか。レーナです。虫に囲まれています。ボルク、助けて。早くレーナを助けましょう。助けて。さて、もちろん。助けてくれてありがとう。この辺りの敵はあまり人間を襲わないはずなのですが。ええ、何かがおかしいわ。森の動物が騒いでいるし、自然発生の魔力も弱いのよ。行きましょう。そうそう、
邪魔しないでほしいな。風の力よ。みんな無事かしら。なんてことだ。怪我人の治療に備えて僕はここで準備を。そんなのダメダメ、許しません。フォルクも戦って。やれやれ、仕方がない。覚悟を決めましょう。少しだ。合図をしたら皆で追い込んでくれ。そのまま崖下に突き落とす。
お前に頼みたいことがある。ここフォルカ村の東に祠があるのは知っているな。最深部に私のキャラバンを隠した。ここに持ってきてくれ。持ってこれたら全てを話そう。行きましょう。そんなのダメダメ。はあ、そうそう。さあ、うまく扱えるでしょうか。自信はあるね。力がついてきたよ。元気かい？
わかった。そうだ、そうだな、そうだな。いい感じね。おかしいな。何？どうかな。
ことだ。お嬢の像どん？どうされました？あと、はい、何これは失礼。おや、そち、え、ふむふむ、はあ、そしてなんと、あ、な、おお、
ふむふむ。はい。愉快ですな。では次に。良いものになりましたな。ふむふむ。久しぶりでしたが、大丈夫そうでございますね。さあ皆さん、急いで乗り込んでくださいませ。フォルカ村までひとっ飛びでございます。よくやったな、レイナ君、フォルク君もありがとう。久しいな、ポルカ。相変わらず想像しいやつだ、ポルカ。これから先は助けてやってくれないか。ポルカの助けを得て王都バルメルへと向かうのだ。すでに引退してしまったが、私は昔バルメルに仕えた軍人だった。この黒い化け物の事件を報告し、援軍を要請するのだ。まずは国王に謁見を来い。難しければ軍師の職にあるラルフという若者を頼れ。私の名前を出せばおそらく会ってはくれるだろう。ポルカ、バルメルへ。なるほど、これは面倒になったな。聞いての通りだ。自分の足でバルメルを目指せ。
の名前はミミです。パノフィートの称号を持つ魔法使いです。本当ですよ。僕の名前はマルバス。伝説的な球種バストラルに育てられたアーチャーさん。期待してくれていいよ。可愛い女の子がいる場合は10割増しでね。分かった。分かった。いい感じね。こっちが好みかな。ふむふむ。
願いします。待ちかねたよ。お願いします。ってことだ。さあ、ジャイアンさん。